今日はね、おかめちゃんが入ってきましたからね。おかめちゃんとね、赤星インコ、羽衣赤星とかね、ダブルファクターのクリームとかね、そういうのも入ってきております。後でご紹介いたします。まずこのおかめはね、これ、3羽ともヘビーパイズですね。もちろんヘビーパイズですから、もちろんこうクリアフェイスでね、全体的にほとんど白なんですが、少しこう模様が入ったのヘビーパイドと言いますね。頭白くならないとダメですけどね、全部白です。ここはもうこの辺を覗いたらね、これは小さいですね。もう目が開いて 2,3 日っていう感じ、やっと開いてるという感じですね。これが一番大きいんですね。これ次がここの真ん中、色がね、柄はね、残ったとか、これシナモンでパールになってますね。これはまだほら少しこう生えてますから分かりますけど、シナモンでパール模様になってます。この2つはまだちょっと分からないかな、パールになってるかどうかはね。まあ、これもなってるようですね、どうもここ。だからこれは、クリアフェイスのヘビーパイドで、柄はシナモンのパールということになります。先ほどね、餌を食べさせました。まだね、大きくなってガツ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 食べるほど量ははかどりませんが、これでもまあ一生懸命食べてますね。で、目は黒目です。少しでもこの黒いのとかね、ノーマル系のやつが入れば黒目になりますからね。これ真っ白だったらアルビノになって赤目になりますね。それが黒いのがおればスノーホワイトって、非常に希少価値の高いやつになりますけどね。